はい、皆さんこんにちは。今日もドアをご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日作っていくパンがマリトッツォっていうパンを作っていきます。結構今年に入ってからね、見かけることが多くなったんですけども、意外と可愛い割に作り方ってシンプルなんですね。なので今日はね、今流行りのマリトッツォを自宅で作れる方法をご案内していこうと思います。普段の、おやつでもいいし、誰かにプレゼントするパンとしてもおすすめなので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編始まります。どうぞ。それでは本日のレシピはこんな感じになってます。このパンはブリオッシュの生地がベースになるので、生地のポイントとしては卵とバターをたくさん使っていくっていうパンになります。そしてオレンジピールなどで本来は香り付けするんですけれども、なかなかね、皮の部分を使っていくと無農薬のオレンジを探さなくちゃいけなかったりとか、使う皮って意外と少ないので、今回は簡単にするためにオレンジジュースを仕込み水にね使ってオレンジの風味をつけていこうと思います。もしね、柑橘系苦手な方はこの分量牛乳に置き換えていただいても大丈夫です。それでは生地から作っていきます。それでは計量していきます。今回はね、カメリアっていう品種の小麦粉を使っています。本場イタリアではマニトバコっていう粉がね使われることもあるみたいなんですけども、日本だとね強力粉は手に入りやすいと思うので、強力粉で代用していただいて OK です。そしてこちらの中にお塩入れていきます。あとはインスタントドライスですね。そしてお砂糖、あとはちょっと温めたオレンジジュースです。大体電子レンジでね20秒ぐらい温めて人肌ぐらいにしておきましょう。イースト菌の発酵は活発になって生地がねつながりやすくなるからですね。そして溶き卵です。こちら全卵を溶いてます。混ぜて均一にしていきますね。結構水の代わりにオレンジジュースを使うって聞くとびっくりされる方もいると思うんですけれども、結構ね赤ワインで仕込むパンがあったりとか、ビールで仕込むパンがあったりするので、意外とね何でもパンは作れるもんですね。ではまとまってきたので台で生地をこねていきます。生地のこね方はね、なるべく重ねていただいて、ぐっと体重込めて溶くまでです。これを何度か繰り返していくうちに弾力が出てきます。オレンジジュースを使ってるのでね、もう色がオレンジですね。オレンジジュースの水分量ってだいたいね 85% 前後って言われてます。その他には、果肉を含んでたりとか糖分を含んでたりするので、ここで注意が必要なのは、オレンジジュースの代わりに水を使おうと思って全部お水の分量にすると水分が多すぎになってべっちゃべちゃになります、生地。だからお水以外の仕込み水を使う場合は、その水分量をね考慮してレシピを作るってことがポイントになります。そして今回は卵をねたっぷり使ってます。卵が入ると生地ってサクサク感が増すんですね。極端に言うとなんかシュー生地みたいなサクサク感です。だからクリームと合わせたりするのであれば卵多い方がね美味しくなります。反対に食パンみたいにして大きく焼き上げるパンって硬さに感じることがあるんですね、そのサクサク感を。だからあんまりね食パンで卵を使う生地って少ないです。あったとしてもやっぱり卵の量って少なかったりしますね。生地今でだいたい6分ぐらいこねてみたところですね、粉っぽさとボツボツ感がなくてベタつきもだいぶ減ってきました。台にも手にもあんまりねくっつかない状態ですね。でももうちょっと表面ね滑らかにしていきたいので、あと4分ぐらいね頑張ってこねていきましょう。このマリトッツォってパン、イタリア語のマリート、夫っていう意味の言葉から来てます。このパンも起源をたどるとローマ時代ぐらいからあるそうで、で昔男性から好きな女性に向けてこのねマリトッツォをプレゼントするっていう習慣があったんですね。もし男性が見てたら作ってね女性にプレゼントしてあげるのもいいかなと思います。イタリアとかのパンってなんかネーミングがロマンチックですよね。今こね始めからだいたい10分ぐらいですね。だいぶね生地もいい感じになってきました。弾力がしっかりあってねくっつかずに質感もしっとりしてきましたね。そしたらバターを加えていきます。
今回は結構オレンジジュースに糖分が含まれているので、それでねベタベタしやすいっていうのはありますね。でもバターが入ると結構ベタベタ感って軽減されることが多いですね。やっぱり油なので滑りを良くしてくれるんですよね。でバターを入れて練り込んでいきます。結構いっぱい入りますよねバターね。バターが入って最初の頃っていうのは一体感がなくってね、ベチャベチャした状態です。でもしばらくこねていくと、このねバターの塊も消えて均一な質感になってきます。そこまでねちょっとこねていきましょう。で多分こんなにベタベタする生地なのか嫌だなと思っている方いると思うんですけども、これカード使うと簡単にまとまるのでね、手とか台とかにすごいこびりついたらその都度集めていただいて、でカード立てた状態でちょっと押します。ぐーっとねブルドーザーみたいに押していくと生地が膜張ってつるっとした状態になります。こういう風に膜張ってくるとね、あんまり手にくっつかないんですね。もうちょっとだけねこねていきましょう。でこう柔らかくなった生地の場合も、基本はなるべくたくさん重ねて押すってことですね。生地は重なり合って力を加えられるとグルテンっていう成分ができてつながってくるのでね、薄いところですとこうやっててもここしかつながらないです。なので全体をグッと、こっちの方が早いしパン乾燥しないです。生地もバターが入って6分ほど経ってくるときちっとねまとまるようになってきます。こうねカードで押し出してみるとこんな感じにつるっとしてきます。綺麗ですよね。それではこね上がりの生地のね見極め方法、3つポイントあります。1個目、まず粉っぽさなくて表面つるっとしてる状態です。良さそうですね。そして2つ目に、押した時生地弾力あって修復します。で最後3つ目、生地を伸ばしてみますね。これでつながりの状態を確認できます。この膜がね薄く張るようになります。特に今回みたいに油脂を多く使うパンってねすごい薄くなるんですね。この膜にねイーストの発酵したガスが閉じ込められてパン膨らむようになります。指の反対側ね色が確認できたら生地ねバッチリ完成です。いい感じですね。では生地はボウルに戻して、乾燥紙にラップして大きさが2倍ぐらいになるまで発酵させましょう。まあ、ただ卵とかバターを多く使うパンでちょっと発酵が鈍いのでね時間かかるかもしれません。では発酵に行ってきます。はい、それでは発酵が終わった生地ですね。では指にね小麦粉をつけて生地に刺して発酵具合チェックします。この穴が塞がりきらなければ発酵が良好って合図ですね。いいですね生地。では軽く粉打ってね潰してガス抜きます。ふわふわあったかいですね。では生地取り出して、では生地を8等分していきます。あんまりね大きすぎてもね可愛くないと思うんですよね。だから愛らしさが残る大きさにカットしていきます。結構このブリオッシュの生地はよく膨らむので、この時に小さいなって感じてても出来上がりは結構大きくなりますね。じゃあ生地丸めていきましょう。手にくっつく場合はね打ち粉使いながら丸めていくと入れやすいです。こういうね切ったものとかは内側に入れ込んで外側の生地でね全体包むようにして丸めていくと綺麗にできます。横の生地を全部後ろ側に回し込んでいくと表面つるっとするので、後ろ側は一箇所でちっちゃくね生地止めて、つまんだところこう下にしておいておくと膨らんで消えます。じゃあ他のもやっていきましょう。丸いパンで成形が楽でいいですね。からこのパンは生地さえまとめられれば難易度はねそんなに難しくないんですね。丸め直せたやつは並べておきましょう。ではこの後発酵させてきますね。乾燥しないラップだけ貼っておきましょう。大きさが一回り大きくなったらね焼いていきます。それでは最終発酵です。それでは発酵がある15分ほど前に予熱を入れておきましょう。
はスタート。もしねオーブンの発酵機能を使っている方はこのタイミングでパン出していただいて室温で休ませておけば OK です。はい、それでは2回目の発酵が終わったところですね。ボリュームもしっかり出てますね。いい感じです。そしたら最後ね卵塗って仕上げていきたいと思います。生地に使った卵は多分余ると思うのでね、それ捨てずに取っておいてください。表面に卵を塗ることで光沢あって焼き色が綺麗に仕上がるんですね。今回はハケを使ってるんですけども、これ買っても、ね、200円しないぐらいです。100円台で買えますね。あんまりねシリコンのおすすめはしないですね。やっぱり塗り心地としては毛の方が塗りやすいなって感じですね。でもツヤがあって綺麗ですね。卵塗るとドラゴンボールみたい。ではオーブン熱入ったのでこちらも焼いていきます。いってきます。それではオーブン焼いていきます。いってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。ではスタート。それではパンが焼き上がりました。いい色。はい、それではこんな感じに仕上がりました。まん丸でね、いいサイズかなと思います。まだ熱々なので冷めてからクリームを作ってね挟んでいきたいと思います。はい、では最後ね生クリーム泡立てていこうと思います。乳脂肪が高い方がしっかりとしたクリームができるので今回 47% 使っていきます。開けるとこ間違えた。それでは 10% 分の砂糖を入れて泡立てていきます。ハンドミキサースタート。しっかりと固い状態になりました。ここまで来たらねパンに挟んでいきたいと思います。それでは本日はマリトッツォを作ってみました。生クリーム 200g 分買ったんですけど結局こんなにねたっぷり詰め込むと4個しかできなかったので、もしね分量通り8個作りたければ200の2本、ね、買って 400g あるとぴったりかなと思います。では早速ね食べてみたいと思います。仕上がりはこんな感じにねたっぷりクリームを挟んでます。ではいただきます。うまい。ブリオッシュの生地ってケーキみたいにさっくりしててあんまりしっとり感を感じない生地なんですけれども、それを補うようにね生クリームがたっぷり入ってるので抜群の相性ですね。今回仕込み水にオレンジジュースを使ってみたんですけれども、ほんのり生地はね柑橘の風味がしますね。やっぱりそれもこのクリームと相性がよく仕上がってます。結構濃厚で旨味が強いのでおやつ代わりにもいいですし、誰かね友達が来た時に作って待っとくとびっくりされると思います。ぜひ皆さんも真似して作ってみてください。それでは本日の動画はいかがでしたでしょうか。作ってみたいなとか食べてみたいなって思った方、ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。他の動画でもパンやケーキのコツお伝えしてますのでぜひご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。失礼します。